しての向かい風、今少し強まっている印象です。ボートレース唐津のシリーズ2日目、唐津モーターボート大賞予選競争第8レースのメンバーが登場です。1号艇福井の石田誠吾、2号艇佐賀の尾橋瑠璃花、3号艇山口の渡辺翼、4号艇滋賀の是澤貴弘、5号艇福岡の西山貴弘、6号艇長崎の田川大輝です。スタート展示は枠なりでした。本番でも1、2、3、4、5、6です。1号艇は石田誠吾。後枠からシリーズ初勝利へ向けて1コースへと入ります。2コース2号艇尾橋瑠璃花、今季初の A1 となりました地元の尾橋が2コースから。3コースには3号艇の渡辺翼です。4コース4号艇是澤貴弘、今日前走インから敗れた悔しさをぶつけるでしょうか。角に引いていきます4号艇是澤。5コースには5号艇の西山貴弘、初日の後半レース詰め寄られましたが逃げ切りました。大外6コースから戦います6号艇は田川大輝。気温の方は徐々に上がって今は31度を示しています。向かい風のコンディションです。予選競争第8レースはインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇、2号艇、それからアウトの艇も好スタートから出ていきます。1マーク、1号艇の石田インから回る。2コースから2号艇の大橋のサーシハンドル、その内を刺して5号艇の西山、1号艇の石田誠吾、内側から5号艇の西山が並んでいきました。その後ろに2号艇大橋、さらには6番、4番と続いています。スタートは前提正常でした。先前は5号艇の西山、1号艇の石田誠吾を離してきました。先頭は5号艇です、西山貴弘。2番手が1号艇の石田誠吾となって、3番手には2号艇大橋瑠璃花、上位体系は5番、1番、2番で2周目に入っています。1マークトップでクリアします5号艇の西山、続いては1号艇の石田、3番手2号艇の大橋がバックスレッジです。4番手さあ詰め寄ってきます6号艇の田川大輝、3番手守れるか2号艇の大橋、すぐ後ろに来ています6号艇の田川、2周2マークの攻防です。トップで5号艇の西山が回り、続いては1号艇の石田、3番手まずは2号艇大橋が回って、その内をついてくる6号艇の田川、2号艇の大橋ちょっと膨れてしまって6号艇の田川がここは逆転3番手となっています。そのアウトに2号艇の大橋となって、さらに後ろは4号艇是澤貴弘、3号艇渡辺翼、先頭5号艇西山貴弘に続いて1号艇石田誠吾、3番手6号艇の田川大輝、2号艇の大橋瑠璃花、巻き返そうと懸命の追走ですが、3番手は現在6号艇の田川、上位体系5番、1番、6番で最終コーナーです。先頭は5号艇の西山貴弘、ラストターンマークを今トップで折り返しました。2番手が1号艇石田誠吾で、3番手は6号艇の田川大輝が取り切って第8レースまもなくゴールです。先頭5番がゴール、1番ゴール、6番ゴール、2番、4番、3番ゴールです。